立憲民主党、声優会、希望の会の福島みずほです。会派を代表して、防衛調達特措法一括法案の一部改正案について質問をいたします。予算単年度主義についてお聞きします。憲法86条は予算単年度主義を定めています。大臣はなぜ、憲法が予算単年度主義を定めていると考えますか。 戦前の軍部は、日中戦争を当時に、臨時軍事費特別会計法を制定し、軍に必要な経費を一般会計から切り離し、処理したという過去があります。つまり、予算単年度主義の趣旨は、軍事費を正益化して、毎年度の国会の承認を経ずして支出できるとし、軍事費を膨らませ、上が,上がらせてきたことに対する反省からではないですか。 武器を調達する場合に、国庫債務負担行為により、支出すべき年限を10年にすれば、実質的には国会を縛り、歳出の規定路線化を招き、国会の予算審議権を侵害するものではないですか。予算単年度主義の目的は、国会議員の任期とも関係しています。 衆議院、参議院の任期を超える10年の契約を可能とすることは、将来の国会での審議、未来の国会議員まで拘束することになってしまいます。未来の国会を10年にわたり拘束する資質の約束は許されないのではないですか。次に立法理由がないことについてお聞きします。 防衛大臣は衆議院の本会議での答弁で、長期契約を適用する場合の縮減額の最低に当たりまして、一律に5年の製造期間の場合と比較することは困難だと考えておりますと答弁をしています。なぜ5年ではなく10年にするのかについて根拠を示していません。明確な根拠を示してください。防衛予算の増大についてお聞きをします。 2019年度の防衛予算額は5兆2574億円です。5年連続で過去最高です。安倍政権になり、防衛予算は増大しています。政府は昨年末、新たな防衛計画の対抗と中規模を閣議決定しました新中中規規模模のの総額は現中規模のから2兆億円上積みした。 過去最大の二十七兆四千七百億円にもなります。補正予算は二千十八年度は四千五百四十五億円です。財政法二十九条は補正予算について規定をしています。防衛予算はこの条文のどこに該当するんですか。この防衛予算の増大について国民からの批判が高まっています。例えば。 研究者などが防衛費の莫大な増加に抗議し教育と社会保障への優先的な公的支出を求める声明を発表しています社会福祉を充実させて教育予算を充実させることこそ急務です F35 戦闘機1機分116億円のお金で認可保育所90カ所作ることができ8100人の子供が保育を受けられると市民団体も反対をしていますこれらの声にどう答えるんですかアメリカ政府の FMS についてお聞きします安倍政権は最新鋭ステレス戦闘機 F35A え対,空え対空型無人機グローバルホーク、輸送機オスプレイや陸上配備型迎撃イージスシステム、イージス・アシュアなど、アメリカ政府の FMS ・優勝軍事援助に基づく輸入を急増させています。FMS 予算は1998年には346億円で、2019年度の予算案では過去最大の7013億円です。 20年でで倍以上です FMS はアメリカが価格や納期に主導権を持ち、代金は前払いで、アメリカのいいねで購入することが多いことが多いことは問題ではないですか。ところで、2015年に長期契約法が成立するきっかけとなったのは、2013年、経団連から防衛予算の対抗に向けた提言が要望として出され、 長期契約の導入を要請されたからではありませんか経営団連からの要請に応えた形であるならば国内の企業との関係であると考えられますしかし今回の法改正の目的はアメリカ製の武器の購入ではないですか今回の改正法案が年度内に成立することを前提に パック3ミサイル用部品の一括取得と、早期警戒機 E2D の9機まとめ買いを予定しています。この E2D については、FMS による調達です。なぜ今回、現時法である長期契約法を延長してまで、そして国内の企業は顧みずに、アメリカと契約をするのですか。これはアメリカの企業の利益のためですか。 アメリカの雇用を守るためですか、トランプ大統領から頼まれたのでしょうか。パック3については、このミサイル用部品が生産終了するということで、日本のためのラインを確保するために費用がかかると聞いています。長期契約のの対対象象は安定供給さされれるものががとされていますが 生産終了の部品を延長して作ってもらうという時点で、すでに安定供給できないのではないですか現行法が審議された2015年、中谷防衛大臣は、財政の硬直化を招くことがないように実施すると答弁しました。しかしか契約の翌年年度度以降に分割で支払う後年度負担が 年々増大し、2019年度は当初予算を上回る過去最大の5兆3613億円になっています。ローン地獄ではないですか。この多額のローンを防衛省はどう考えているんですか。また財政の硬直化を招いているのではないですか。こういう状況の中で果たして FMS に長期契約を適用し、武器購入費用を削減することができるのでしょうか。アメリカからの武器の爆買いで、10年間の間に何の歯止めもなく FMS が増大し続け、国会の予算審議権を奪っていくのではないでしょうか。イージスアアアショにについてお聞きをしますす年度の予算案にアメリカから購入する イージスアショアの予算が計上されていますこの中にレーダーの費用は入っていますかレーダーの費用はいくらかかると考えていますかイージスアショアをめぐりアメリカ側がハワイに搭載する新型レーダーの主権施設を建設するため日本に費用を負担するよう求めており大臣は協議中であると答弁をしています ロッキード・マーチン社が開発するハワイでの試験施設の建設費用を、なぜ日本の税金でやらなければならないんですか。総額、イージス・アシュアについて、総額いくらかかると見積もりをしているのか、お聞かせください。辺野古新基地建設の費用についてお聞きします。安倍総理は軟弱地盤であること。 改良工事が必要なこと、埋め立て工事の変更申請が必要であることを認めています。沖縄県知事は変更申請の許可をしないでしょう。辺野古に基地は作れません。にもかかわらず、防衛省は土砂投入を続けています。工事の変更申請が必要であることを認めながら、なぜ 土砂投入を続けるんですかなぜ民意を踏みにじるんですか直ちにやめるべきではないですか辺野古の新基地建設には莫大な予算が必要です。まず改良工事の中身と工期、費用を明らかにしてください。地盤改良工事には3年8か月かかると言われていますが、そうですか この地盤改良工事の工期と全体の工期はどのぐらいかかるのですかまた、工期の中身や、工事の中身や工期、費用を明らかにしない限り、国会は判断できないのですから、辺野古の新基地建設についての一切の予算を削除するよう求めます。いかがですか大浦湾は軟弱地盤で基地は作れません。 活断層の存在も指摘をされています。九十メートルに及ぶ食い打ちは工事例もなく国内に作業船もありません。マヨネーズ上の土地の上を杭が浮かぶんですか軟弱地盤の改良工事は物理的に不可能です。珊瑚礁やジュゴンなど環境問題も深刻です。日本政府がやるべきことは 沖縄県民の意思を真摯に受け止め、アメリカとと交渉するこでではないでしょうか実質賃金は上がらず、社会保障は切り捨てられ、大学の入学金や授業料の負担等の教育費などで、国民の生活は疲弊をしています。 誰のための政治なのか、国民の政治をやるべきです。アメリカからの武器の爆買いをやめ、防衛予算の増加をやめ、国民生活のための政治をやることを強く求め、私の質問を終わります。 防衛大臣岩屋敬君福島みず議員にお答えいたしますまず予算の単年度主義についてお尋ねがありました憲法第86条においては内閣は毎会計年度の予算を作成し国会に提出して その審議を受け議決を経なければならないとあり我が国は各会計年度ごとに国会の審議を受けなければならないいわゆる予算の単年度主義を採用しておりますまた憲法第83条は国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいてこれを行使しなければならないと